ございます。さあ最終決戦の日がやってまいりました。ドキドキですね。ドキドキだね。ところで、はい、マッチの方はちょっと確認しよう。1、2、3、4、5、はい、見て1、2、3、4、はい、ということで9個ということはじゃじゃーん、ここもう決定しました。ということでもう普通にカニと温泉旅行は決定してるから、今日はまあ消化試合みたいな。そんなこと言わないで、ない消化試合で負けてもダメなのね。じゃあまあ気持ちよく勝つために2人とも頑張ろうみたいな。ちょっといいですか。何ですか。めくれないですか。まあ、でもね、この間もなんかそうだよ、この間めくれなかったんだよ。待って待って、めくれちゃったけど今回めくれる。この間のと違う、この間使い回しみたいなやつだった。なった。でもこれさ、めくっていいことあったことある？ないですよ。ないですよね。大体ないですよ。どうぞ。一斉のよっ。交通手段、今日が0個だ。2個ともゲットしたら2人とも車で移動、楽々温泉旅行。1個だと1人だけ車、もう1人は電車か高速。もうこれ何、待って、これ負けたやつってこと。あ、そういうこと。負けたやつがバスってこと。え、それカメラついてきてくれるの。ポーチ1台。あ、1台はついてきてくれるんだ。まだ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 、1台1台ってこと。そういや、まあ、ならまだマシだけ ど、ね、やだよ。やだやだやだ。で、何これ。0個だと2人で電車か高速バス、ゆっくりできないせっかち旅行。ねえ、うちらさ、こんなに頑張ってさ、勝つの大変なんだよ。勝ったのにさ、ここでまた条件つけるわけ。頑張りましょう。一筋縄ではいかないの。今日も頑張りましょう。いや、頑張るけどさ、なんだろうね、なんかこう試練大きい道だね、生きるって、ね、生きるって大変だね。大変だね。まあ、ということで、じゃあもう2個、今日も2個ね、これ1択しかないよ。して、そうだね。せっかく旅行行くのもバラバラで行くのもいいよ。そうだね、バラバラで2か0で行こう。あ、逆に0もあり。そうそうね。電車か高速バス。そうか、電車とだ多分。あ、電車と、うっそと電車だけで行けるんだったら電車だけの方がいいけど、バスも乗らないといけないの。バスも乗らないといけないし、うちはさ、ね、カメラついてこなくていいからレンタカーで行く。誰が運転すんの。やるやるやる、やってくれる。超ペーパー、超ペーパーだけど、だ途中で寝たら困るから変わってよ。ちょ待って、超ペーパー。大丈夫大丈夫。ペーパーだ。二人で怖いよ怖いよってなっちゃう。二人でいいわ。二人で座席のシート直角にしていこうよ。こうやってそうやろうよ。分かった分かってよ分かった。ダメだね。はい、こういうことなんで、うん、もう今日は2人ともじゃあもう勝ちを目指すしかなくなったね。そうだね、頑張ろう。頑張ります。はい、ということなんですけど、まあ昨日も下見行ってきましたね、うん、はい、ということでまずはその下見の様子からね、はい、見ていただきたいと思います。ママどうした。いや、なんか最後だから寂しいのと楽しみなのが相まってこうなっちゃった。最後だからこ そう優秀の美を飾りたいっていうのが、2人で勝利して、うん、気持ちよく終わりたい。そうだね、ハラハラドキドキすることなく最初から安定してこういう感じがいいね。そうそうそう、いいね、こう、うん、それ目指していこう。目指そう、うん、じゃあ早速見に行きましょうか。行ってきます。行ってきます。ポケットは相変わらずメリハリがね、あ、相当にそうだね。70、5500、うん、なんか基本こっち側の方が今日良くない。そう、ね、こっちあんまついてない。確かに本当だ。北斗はでもナイスか、やっぱりね、普段打ってるからお腹いっぱい。そうそうそう、お腹いっぱいか。お腹いっぱい。エウレカ、エウレカか、すごい。30巻もボーナス見てる。すごいな、1万2000枚すごい。37回付いてますから、すごいな。来ましたぜ。打った？打ってない。まだ打ってない。打ってない。おもろかったよ。いや、おもろそうだもん。かわいいよね。かわいい。このまず白にピンクっていう筐体がかわいいよね。確かに。大してそこまでいっぱい出たわけじゃないんだけど、でも秘めてる感じがした。やれそうな気がした。なるほど。あ、打ちたい。打とうよ、頑張って。いい番号引いて。じゃあ麻衣さんどこがいいと思います、これ打つとしたら。角台は取られちゃうから。どれでもいいじゃん。どれでもいいよ。分かった。じゃあ座れたら窓紛れることで。あれ、スゴスロは。あ、スゴスロだ。これも新しいパイじゃない。これもさ、寝台だけど、うん、本当に一回も触ったことないの。だから興味はやってみたい。でも多分こっちがダメだったらさ、こっち、あ、じゃあって行きやすい。いけるじゃん。いけるいける。だからこの2個結構候補にしようかな。え、舞さん、舞さんうるせえわ。
いや、打ったことない。すごくないこれ、見てこれ、1からの90で。ほんとだ。え、回ってなかったんじゃない。ボーナスはだってすごい軽いよ、6で99分の1とかだよ。そうなの、すごい軽い。いや、まあ、連チャンするからね。あ、1ゲーム連チャン。いいな、でも触っては見たいかも。いいよ、かわいいよ、ラムちゃん。かわいいって言ったら割り返っちゃうから気をつけて。でも、もしですよ、はい、もし番号がすごい悪かったとするじゃん、マクロスね、4台今あるお店、本当にないわけ。見ないよね、大体バラエティだよ、そう、うん、ってことはまだね、きっと頑張ってくれてるはずだから打ちたいので、マクロスで打つとしたら、じゃ逆にこっちは据え置き狙いでいっとく。いいんじゃない。なんかめっちゃ出てない。出てる出てる、ボーナス30。マクロス愛されてるね、ちゃんとね、使ってくれてんだよ、すげえよ、すごい、5000出てんもん、プラスだもん。ねえねえ、最初の頃さ、よく触ってたの覚えてる。触ってた。だから、まあ、最近全然のね、これも候補に入れないんだよね。なるほど、番号が悪かった時のために。しかもあれだしね、やっぱ初心に帰ることも大事だよね。そう、だから間違いない。もし選ぶとしたら、久しぶりに打ちたいわ。ちょっとちょっとこれ一番出てない、あげ狙いかな。一番出るじゃん、うん、基本いいね、基本前はあげ狙いでいく。まだ吉宗は結構回数ついてるね。吉宗はね、やっぱりね、2回ぐらい触ったことあるけど、頑張れそうって言ってなかった。頑張れそう。まあでも取れたらだな、やっぱり信頼だから。そうなんだよね、人気だよね、やっぱり。ですよね。どの台がいいっていうより、とりあえず取れたらって感じかな。結構すごいね。すごい、7000万円出てる。7537。すごいね。これとこれがプラスだ。でも4台中2台プラスでしょ。優秀じゃない。優秀だね、なかなか。あとね、化け物語が落ちた。すごい好きらしいね。すごい好きなの。やっぱね、人気だから。そうだね、相当いい番号いかないと厳しいかなって。そんなにさ、がっつり信頼ってわけじゃないじゃない。だけどこんだけ人気が高いってことは、やっぱ面白いってことですよね。そうだよ、面白いね、あいみちゃん。私はなんかちょっとあんまり、あ、苦手なの多分、枚数管理が苦手。はい、はい、見てきました。見てきた。えみちゃん、とりあえず打ちたい種多すぎじゃない？なんかね、やっぱでも身体が結構打ちたい中でもメインになってきてるから、うん、玉のマギとスゴスロ、うん、で、いい位置だったじゃん。そうだね、そう。そこがダメだったらマクロス。お前の第一番の本命は吉宗です。吉宗ね、はい、吉宗バケだけど吉宗かな、やっぱり。ああ、そう、うん、多分なんかその辺同じぐらいの番号な気がするけどね。割といい番号引かないと。そうだね、どっちもいけなそう。どっちみち前回は抽選がダメダメだったので、そっからだね。そう、何が何でも、うん、そこに全ての引きを。そう、いや、それ負けちゃうな。その引き、全ての引きを入れたら負けちゃう。あ、じゃあ5割、そう、5割でダイス割って5割出せば、そうそう、勝てる。いい感じ。いい、ね、でも明日は絶対勝たないといけないから。そうだね、絶対最後は優秀の美を絶対飾りますので、はい、ます頑張ります。見てくださいね、いい気分で終わります。はい、頑張ります。それでは皆さん、実戦見てください。いいよ、いい、せーの、 せうわ、めっちゃいいよ、超いいよ。ちょっと待ってね、これどんだけすごいか知ってんの、あなた。いや、こっちの方がすごい。こっちはすごい。1番1番じゃない。1番じゃないって。1番じゃないけど、1番の次何番？2番。2番だよ。うそー。やばい、これすごいじゃん。やばい、今日負けたな。負けちゃう。そんなこと言わないで。でもこれね、狙い台いけるよ。狙い台はいけるの。そうだよ、いけるんだけど、そこから負けるか勝つかは完全にね。でもすごい良かったから、抽選良かったから、ちょっと史上初だよ、こんないい番号。しかも2人揃って、ありえない。もうこれはあれじゃない、最終回に向けての。そうだね、階段を一歩ずつ登ってきてるわけですよ。そうだね、もう前回のこう試練をくぐり抜けてご褒美じゃない、これ。そう、やばい、今日はもう勝てる気しかしない。私も勝てる気しかしない。勝とう。結構不安だけど結構不安だけど不安、うん、不安でしょ。勝とうよ、こんないいのにしちゃって。気持ちで勝つわ。気持ちで勝とう。分かった。
頑張ろう。いや本当頑張らせていただきたいと思います。最終回ね、車で一緒に行こうね、はい、頑張ります。はい、それで行ってまいります。あれすごい、すごい、今日の自分の勘を下見とも照らし合わせつつ、ごめんなさい、どうぞ一番から、ごめんなさい、どうぞ、ごめんなさい、ありがとうございます。これ、目つけてたのこの子です、バケです。どれでもいいだったんだけど、マヌヒ出てるラインにしたいと思います。はぁ、やっぱり吉宗人気ですね。吉宗が迷ったんですけど、やっぱり最近一番大好きな化け物語の方にします。スケロクさんを思い出したよ。ずっとさ、なんかシークワーサーのね、あのカムカムあるじゃん、あれを空港で飛行機乗る前にね買ったらしくて、ずっとなんか食べます食べますって言ってわざわざ出してずっとくれてたよ。レヴィンさん真ん中の席だったからさ、どうぞどうぞって降りる頃には全部さ食い終わってたっていう、かわいい人だよ本当に。しかも私さ、声喉の調子悪かったじゃない、あの結構前に会った時で、なんか難聴もあってって言ったからあの声なんだと思ったんだけど、通常営業なんだね。うっ、どうなんだっけ、言えない、どうなんだっけ、あ、始まっちゃったよ。そんなの話してる場合じゃないよ、関係ないから今。あ、10番までか。はい、はい、11番から、入ってるの、入ってるの、はい、たた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 たミコスロマスター、間違えないぞ。1個だけ空いてた真ん中が。ということで狙っていた丸まぎ取れました。最終収録日、こんなにいい番号いけまして、そして自分の大好きな化け物語で実践できるということなので、今日は2人揃って解消して2人で仲良く車で行きたいと思います。
念ですね、プッシュボタンもないから。残念だね。はい、残念でした。あ、赤くなってもね、やっぱりなんかちょっと海藻がないと弱い、プッシュボタンが。あ、今ね、キリン柄だったよね。だから目的地迷いまいまい。あー、終わっちゃった。新しくセラベない。あー、これもうダメ系じゃない。残念。キリン柄見れたのに。これできたらやばい。おお、今日ここまでは。赤いよ。今まで一度、今日で二度目ぐらいのレベル。揃ってくれればいいのに。あれ？あれ？緑のまま。うわー、一応海藻ない。うわー、来た。黄色になった、黄色。いやー、終わっちゃった。ボタンない、ボタンない。当たった、当たった。よかった、やっと。結構投資いっちゃったよ。じゃあ行こう、最終戦。アドマギ取れましたから。やっぱり番号がいいのさ。スタートがこう思った当時の感じされていいな。んでこの流れでいきたいと思います。どっちをしようかな。なんだっけな、赤だっけ。こっちが白。
でラスだ。ゆっくり。実践ホールはニコニコ御殿山、京阪御殿山駅のすぐ目の前、駐車場も140台を完備、パチスロ全254台、定番機種から話題の新台まで幅広いラインナップで皆さんもニコニコすること間違いなし。ご来店を心よりお待ちしております。ニコスロで勝負だぜ。よいしょニコスロで勝負だぜ。